はいみな、えー、さんこんにちは、えー、私は大阪大学のコーデザインセンターの、えー、教員の池田と申します今日は、えー、コミュニティとは何か共同体コミュニティとは何かということについて皆様にお話ししたいと思います、えー、書いてある内容は大学生とか一般向けの人向きですがなるべく、えー、子供もたちにもわかるように 説明をしたいいと思いますコミュニティ皆さんよくコミュニティって言いますがコミュニティ共同体っていう風に漢字が長く与えられてきましたコミュニティの定義はまあみんながですね考えるイメージによると同じ空間内に一時的あるいは永続的に存在しさまざまな活動を通して 仮想的にも現実にも中体、人々のつながりですね。中体を維持している集団のことを、えー、原理的、もともとの意味としては、えー、そういう意味があります。えー、同じ空間にさまざまな活動、えー、中体、えー、人々のつながり、そして集団。 これをですね、コミュニティの4つの属性からなる集団というふうに言いますが、これをですね、コミュニティにいろんな分類があるんですけれども、それをですね、まず本源的、本来のコミュニティ、本源的共同体、プリモルディアル・コミュニティとまず名付けておきましょう。えー、これはですね、別の言い方だと、モデル・コミュニティという意味。 あの言,い言い換えてもいいかと思いますけれども、英語の意味は Typical Community と書いてありますけど、典型的なコミュニティの概念です。で、えー、この英我々はですね、外来語を通して英語、あの英語からですね、コミュニティ、コミュニティっていうふうに言ってますが、英語のコミュニティは、ラテン語のコミュニスが転じて、コミュニタス。 そしてフランス語のコミュネート、そして英語のコモン、共通したという、そういう意味からですね、中世の後期に現在の使われ方としてコミュニティが確立、コミュニティという用語が確立したといいます。しかしながらですね、その本源的コミュニティ、プリモルディアルコミュニティというのは、現実にはですね、正確に言うと、 存在しませんなぜなら先ほど言った現実のコミュニティはですねこれらの4つの条件がビシッと決まるのではなくて、えー、要件そのものが曖昧であったり、えー、あるいはまた1つあるいは複数の要件がなくても我々がコミュニティと理解するそういうものからなっているからなんですね。 えー、従って我々が通常のコミュニティと言っているのを現実のコミュニティアクチュアルコミュニティと、えー、呼んで、えー、本源的コミュニティプリモルディアルコミュニティとは区別しておきましょう、えー、例えばですね先ほど言った4つの条件ですけれども、えー、同じ空間にはですね、えー、同じ空間に属するというのが一番最初の定義にありましたが えー、町内同じ空間といってもですね町内の区域から地域サイズまでさまざまな広がりがあります。それから活動や中退人のつながりですね必ずしも永続的なものである必要がないし場合によってはコミュニティ同士のメンバーが敵対関係にあっても 同じ空間に属することでコミュニティのメンバーだとみなされることがあります。えさらにはえバーチャルコミュニティ。えー、このインターネット、YouTube の番組を見ている人たちも時には「ああみんなコミュニティだ!」というふうな言い方、コミュニティのメンバーだという言い方をしますが、バーチャルコミュニティのようにリアルに現実に 人と人がつながらなくても、えーばえー、コミュニティである。集団であることを物質,で物質的に確認できないものがあると。ガチの体、身体が集まってコミュニティでなくてもインターネットを経由してつながっているバーチャルコミュニティも我々はコミュニティという共同体というふうに呼んでいます。バーチャルコミュニティ 日本語の翻訳を考えるとすると、仮想的コミュニティですね。そういうふうに言うことができます。えー、今日ではですね、コミュニティの概念は、地域的なつながり。これは地域コミュニティ。えー、英語でローカルコミュニティ、えー。地域的なつながりと、それからですね、構成員の属性や帰属意識、自分がどこに属しているのか。 という成り立つコミュニティこれをテーマコミュニティと呼びますが、えー、地域コミュニティとテーマコミュニティの大きく2つに分けることができます。えー、テーマ的コミュニティの代表にはですね、えー、現代社会の、えー、中で、えー、情報通信手段、まあ、Facebook とか YouTube もそうかもしれませんけれどもそういうものね。 そういうものでつながっているコミュニティテーマ的なコミュニティが多いです。えー、それからあの医学とか医療の研究をしている人たちは患者グループとか何かいう患者の自助グループとか、えー、あるいは、えー、依存症ですねアルコールの依存症の人たちの集まりですねアルコールアノニマスというふうに言います AA と言いますけれども そういう人たちも定期的に集まってねいつもは友達同士じゃないんですけれどもお互いに集まって、えー、アルコールの依存症から、えーね、もう逃れましょうとアルコールお酒でですねいろいろ人生が失敗したりするのでこれからアルコール抜きにお互いに励まし合ってアルコールのない生活そういうものを目指しましょうというそういうコミュニティがありますけれども。 これもテーマ的コミュニティですね。テーマティックコミュニティ。はいえー、先ほど申しましたコミュニティという用語は、えー、ラテン語の、ね、コミュニスから由来します。えー、日本語のです、ね、共同体にはです、ね、このような集まりの、まあ、抽象的実態の意味が優先されるようですけれども、私たちの仲間、 といったメンバー自体やそれが共有するものや、えー、特性をも示すためにコミュニティの派生語として翻訳し混乱を招くよりも共同体っていうふうに言うよりもそのまま外来語を表記する傾向が近年、えー、強まっているように思われますコミュニティはもう日本語としてカタカナ英語というかな カカタカナ用語として定着したので共同体というふうに全て翻訳する必要はないということです、えー、さて、えー、先の議論に戻って家族や世帯をお家ですね世帯を単位とする地域的なつながりこれを地域コミュニティというふうに呼びます、えー それから会社のように、えー、構成員の属性や貴族意識が後天的あるいは人工的な結びつきからなるコミュニティ。つまり会社員の人は、えー、採用されて、会社に採用されてメンバー、成員になることができるわけですので、会社というのはお互いにみんながつながっていますが、これはテーマ的なコミュニティ。 でえー、ドイツの社会学者フェルディナンド・テンニエスという人はですね、ゲマインシャフトとゲゼルシャフトという論文を書きました。でこれはですね、ゲマインシャフトというコミュニティとゲゼルシャフトというコミュニティがあるということです。えー、日本語ではですね、えー、翻訳はされていません。えー、ゲマインシャフト。 ゲゼルシャフトといいう,うに言いますじゃあゲマインシャフトっていうのはテンニエス先生はどういうふうに定義したかというとここで書いてあるようにゲマインシャフトを、えー、親族や遅延地域とかですねそういうものでつながっているあるいは友愛でつながっているまあ家族の間ではですねまあお互いにみんなが信頼関係を持って 親子であるとか親族であるというそういうつながりを持った集団ですけれどもそういう集団を共同体をですねゲマインシャフトと言いました、えー、そしてですねこれ先ほどのテーマコミュニティの会社の例に、えー、あの典型的なんですけれどもゲゼルシャフトというのはですね人為的に構成員が目的を持って集まる コミュニティ共同体であると区別しました、えー。だからですね、テニエス先生は、えー、ゲゼルシャフトの典型字、えー、その、えー、例はですね、えー、会社や近代国家であるというふうに言っています。テニエスのです、ね、共同体の概念、ゲマイシャフトとゲゼルシャフトを2つに分類するというそういう考え方は、 社会の中体、人々のつながりの形は進歩するという非常に進化主義的な見方とですね、ゲゼルシャフトの中に、えー、ゲマンシャフトの中にですね、伝統社会の形態を投影するロマンティスト的な見方があります。えー、後のですね、ナチズムとか日本の軍国主義の における帝国主義というのは近代国家の中にゲマインシャフト的な現影を、まあ、イリュージョンですねを投影しようとしました。で、ねえー、大日本帝国のね臣民はみんな天皇の子供である赤子であるというのはですねまあ嘘っぱちなんですけれどもそういうことを通して自分たちの国家は大きな家族であるという。 そういう形で,で、すね、我々の日々普通の家族のつながりの中に、えー、非常に大切な共同体制があるというふうに、まあえー、国民をです、ね、教育をして、えー、国のために忠誠を誓う、まあ、例えば兵役とか納税だとかあるいは公教育に、えー、みんな行くように学校に行かないといけない。ね えー、国民の義務であるそういう形でですねその国民というものを作り上げるようにしました。えー、これはあのすなわちテニエス先生が言うところの、えー、ゲゼルシャフトなんですけれども、えー、ゲゼルシャフトの中にゲゼルシャフトの構成原理の中にゲマインシャフト的な、えー、イリュージョンですねこういうものを、まあ、あの軸に作り上 作り上げよううとととしたということですねそれからですね現在の官僚制ビューロクラシが息づいている近代日本の社会ではコミュニティやリーダーシップという用語の中にゲゼルシャフト的な印象を持たせるそういうことにより人口の高齢化などにより従来の維持機能が 衰退しているコミュニティを租生統合、つまり生き返らせようとしていますということですけど、これはどういうことかというと、ですね町内会を組織して、町内会の会長さんという人を作ってで、定期的に町内の集まりを持って、人々はみんなね、この地域でつながっている。ね それから新しく町内に引っ越してきた人、そういう人たちはみんな仲間なんだという形でですね、このコミュニティを、まあ、衰退をです、ね、その止めよう、あるいは、えー、コミュニティを生き生きとさせようという、そういうことをしています。つまり、えー、これも先ほど言ったように、えー、ゲゼルシャフト的なです、ね、町内会を つまり会長がいていろんな役員会計の人がいたりそういう官僚的なそういう社会をゲマインシャフト的なですね中退人々のつながりの中に生き返らせようとしていますそれからですね少しまあ応用問題系の,あの話なんですけれどもいろんな社会さまざまな社会実践が繰り広げられる場を実践コミュニティ という,ふうに呼びますこれはですね、この実践コミュニティはコミュニティ・オブ・プラクティスという英語の翻訳のまあ、日本語版ですね。で、学校とか職場っていうのは人々は実践コミュニティに近い部分があります。いろんな、えー、共同性を通してですね、何かを学ぶという、そういうコミュニティを実践コミュニティというふうに言います。 えー、で、あの、ステーショナルラーニングとかなんか言って、その、まあ、あの、LPP とかですね、シテーショラーニング、レイブとウェンガーという別の先生がですね、えー、その、そういう学び方ですね、実践コミュニティにす学び方を学校とは少し違ったような、先生から生徒へという、そういう直接的な関係じゃなくて、お互いに、 コミュニティのメンバー、つまり生徒同士がワイワイガヤガヤ言いながらお互いに教え合ったり一緒に何かをやるというそういうことを通して学ぶというそういう学びの在り方を LPP レジティメイト・ペリフェラル・パーティスペーションすなわち正党的周辺参加という形でですねあの えーまあ、いわゆる公式化したというかですね理論化して、えー、コミュニティの中でどういうふうに知識とか経験とか、えー、技がですね、えー、あの伝承されていくのか伝わっていくのかということについて分析をいたしました、えー、コミュニティ、えー、ここでですね人がつながっているコミュニティがありますけれども これがですねコミュニティの本来的なイメージでこれがまあプリモルディアルなコミュニティ本源的コミュニティのイメージですが実際にはねこの間の人が人々の間が切れたりあるいは小さなサブグループがあったりしますけれどもこういう基本的な原型コミュニティのですね原型というふうなものをみんながイメージしているからこそ コミュニティというのはこうあるべきだという形でですね、あのえー、つながることができるというわけですね。えー、ありがとうございました。えー、私は大阪大学の高デザインセンターでした。Google でですね、えー、コミュニティという言葉でですね検索していただくとお、比較的上の方に出てくるかもしれません。あるいはコミュニティ えー、池田、えー、大阪大学というふうに Google ググで検索していただくと見えるかと思いますご清聴どうもありがとうございました